wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。翔です。少量です。今回はというわけで、見てわかる通り、うん、ちょっとクリスマスっぽく仕様にしました。はい、やってみました。イエーイ。もうすぐね、クリスマスということで、ちょっとクリスマスにちなんだ動画をね、うん、ちょっと撮っていきたいなと思うんですけれども、うん、はい、今回は、はい、はい、今ですね、クリスマス間近ということで、うん、ブルボンからですね、こういうお菓子のうちキットが発売されてるんですけれども、はい、それを今回僕たちが作ってみたいと思いまーす。ってことでしょ。そうそうそう。ってことでしょ。そうそう。We wish you a Merry Christmas。てかさ、作り方見てなかったんだけどさ、うん、結構大変じゃない？一回チョコレート溶かして、うん、壁を作らないしかも壁冷蔵庫で約30分あそうなんだ冷やして固めないといけないんだね。じゃあ全然見てなかった。もう速攻もう作れるぞ。まあうんでもまあちょっとやっていこう、うん、じゃあ皆さんは30分後に We wish you a Merry Christmas、うん、We wish you a Merry Christmas。 次屋根に飾り付けをしていくんだって。はい、かわいいね。うん、あ、そういう感じね。うん、どんどんくっつけていくんだ。うん、くっつけていく。え、くっつくもんなの？え、くっつくもんじゃない？そうなんだ。だってこんな綺麗にさ、固まってんだよ。うん、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。はい。あ、じゃあ、うん、あ、待って、足りない、足りるはず。あ、でも同じ、そっか。あ、ね、ちょっとあれかも、あのクマを俺つけるの忘れたかもしれない。あ、え、そうなの。確かね、クマもつけないといけないんだよ。まあ、足りないところにクマちゃん入れて、そしたら。うん。はい、屋根が完成しました。はい、よし、そしたら次は、うんうん、家にしていこう。はい、そしたら、うん、組み立てていきたいと思います。ほうほうほう。これのシートに沿って組み立てる感じなのかな、うん、そうだね。できんのかな。できるのこれ。よし、やるしかない。できるの本当に。立てれんの。意外と立つ。すごいね。うん。思った。反対側もちゃんとつけとかないと。あ、すごいよ。すごいね。うん。そしたら次、うん、屋根。屋根。屋根とかできるのこれ。チョコを垂らすんだね。うん、よし。すごーい。
うわーすごいね。こういうことだよね。うん、あ、これか。もう一回チンしてこようかな。うん、失敗しよう。え？これをつけるスペースが。まあ食べちゃえば。難しいかもしれない。うん、なしにしようかな。うん、いいよ。食べちゃおう。うんうん。はい。はい。そしたら完成しました。わあ。すごい。お菓子の家。すごいね。お、ちゃんとしてるね。ね。わあ、すごい。家を作ろうと思っているんですけど、まあ家は完成しまして、こんな感じです。いや、こんな感じでできました。で、今からですね、玄関を作っていこうと思います。玄関、家の周り、これが家だから、あ、家じゃない、敷地、これ敷地の、だから敷地の中になんかどんどん作っていこうかなと思います。やばっ。あー、何やってんの。俺じゃない。え、うん、またくっつけて。いやー、欠陥住宅や。だってさ、もう25年間角持って生きたことないから、耳の感覚が、耳なの？耳じゃないよ、角だよ。角が邪魔なんて知らなかったぜ。うん、よし、うん、デコレーションしていこう。はい、次行こう。くっつくかな。ああ、いいじゃん。かわいくない？かわいい、かわいい。屋根は完成した。はい。うん。おお、すげえじゃん。すごいね。ね。あとはハリボー。うん、クマちゃん、クマちゃんだからクマちゃんいいかも。あー、そうだね。何？見て、サンタさん。え、どれが？いちごのサンタさん。ああ、え、あ、ね、え、本当だ、サンタさんだ。うん、わあ、すごい、サンタさんだ。すごくない？うん、かわいくない？うん、え、すごいね。これをさあ、いいね、いいね、いいね。いいね、奥の。ああ、いいね、お出迎えしてんね。うん、真ん中にいたら家の前とか煙突ないもんね。煙突ないじゃん。玄関から出迎えるサンタさんって何なんだろう。うん。いいんじゃない。はい、はい、完成完成。 We wish you a Merry Christmas。 できました。完成。かわいいでしょ。かわいい、かわいいでしょ。これね、すごくよくない？いい。うん、でもね、ちょっとハプニングがいろいろあってね、一回崩れた。なっていっか。うん、回してます。
あんまり離れると俺耳が出ないんだよね。屋根が外れたよ。泣きそう。We wish you a Merry Christmas。 かわいい。これかわいくない？このいちごのサンタクロース。うん、かわいいでしょ。そう、ちょっとね、わかりづらいかもしれないけど、ちょっとちゃんと目もあるんだ。うんうん。OK で、はい、食べていく？うん、食べていこうと思います。美味しそうだね。どうやって食べるか。まずさ、もったいないね。もったいないね。このサンタクロース食べてみよう。うん、かわいくない？ほら、見て。うん、サンタっぽいでしょ。うん、いただきます。うんうん、美味しい。美味しいね。うんうん。じゃあ食べていこうか。うん、どう食べるの？まあ、あうんうん、あ、それはそれで美味しそう。なんかいろいろ美味しい。いいね。俺もこの子取っちゃうかな。うん、ああ屋根が、屋根が、ああ、屋根取っていい？いいよ。分解。うん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 。あ、いや、美味しいな。美味しい。うん、これグミだからね。うん、おいしい。うん、食べれないね。ヘンゼルとさ、うん、グレーテルだとさ、うん、どうだったっけ。お菓子の家食べちゃって、うん、確か捕らえられるんだよね、魔女に。あ、そうなんだ。うん、どうなっちゃうのねえ。うん、崩壊。崩壊しちゃった。あ、まあ、そういうもんだよね。うん、確かね、魔女がその子供を食べようとするんだよね。うん、太らせようと思って、うん、もっと食べろもっと食べろみたいな感じで言うの。で、もうその魔女が確か、うん、目が悪かったのかな。そう、だからね、なんか骨、うん、なんかお肉料理の骨かなんかを、うん、どれくらい取ったか確認しようって魔女が触るときに、うん、その骨を出して骨を触らせて、うん、まだ全然じゃないかみたいな、もっと食べろみたいな、うんうん、それでなんか食べられるのを防ぐみたいな感じだった気がする。懐かしいな。うん、うん、美味しいね。うん、いちごが美味しい。よく冷えてた。うん、美味しかった。うん、というわけでぜひ真似してみてくださいね。うん、楽しい。うん、多分お子さんがいるところとか、うん、すごいいいと思う。うん、あの普通にね、うん、カップルで一緒に作ってもいいと思うし、うん、家族で作っても楽しいと思うし、うん、はい、はい、じゃあ今回の動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。